エイブリー軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,797人であり、2000年の17,167人から3.7%増加した。軍庁所在地はニューランド町であり、同軍で人口最大の町はバナーエルク町である。エイブリー軍は1911年に コールドウェル軍、ミッチェル軍、ワタウガ軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名はアメリカ独立戦争時の州内では最後に設立された軍になっている。軍内で生産される大量のクリスマスツリーで知られている。1989年にカートラッセルとケリー・マクギリスが出演した映画、冬の人々はエイブリー軍で撮影された。 作家ビルクリーバーの小説、百合が咲くところの映画版も軍内で撮影された。この映画は、ウィリアム・エイグラハムが監督し、ワッタウガ軍の、ブーンとブローイングロック、エイブリー軍のエルクパークとバナーエルクで撮影された。登場している子供たちは、地元の小学校児童である。エイブリー軍は、地域自治体の委員会である、ハイカントリー自治体委員会のメンバーである。エイブリー軍は、 フレーザーモミのクリスマスツリーの大量生産で全国に知られている。リンビルの街中にある水流アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は247平方マイルであり、この内陸地247平方マイル、水域は0平方マイルで、水域率は0.08%である。エイブリー軍はアパラチア山脈の中にあって、田園と山岳で覆われている。 最高地点はグラッシー・リッチ・ボールドであり、標高は6165フィートである。渡れウガ郡とコールドウェル郡との境にあるグランドファーザーさんの大半も郡内にある。標高5506フィートのビーチ・マウンテンはミシシッピ・川伊東島で最も高い法人化町である。標高3606フィートのニューランドは同じく、 ミシシッピ川伊東島で最も高い群長所在地である。アベリー群は比較的標高が高いので、湿潤大陸性気候にあり、かなり涼しい夏が特徴である。冬は長く、寒く、雪が多い。群内には、スキー場もある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。エイブリー群の自治体と軍区中に年度が入ってに、方向に成長した水晶。 エイブリー郡出土エイブリー郡教育学区には、幼稚園前から12年生までを教える8つの学校がある。高校1校、中学校2校、小学校5校である。メーランドアーリーカレッジ高校は、メーランドコミュニティカレッジが運営し、エイブリー、ミッチェル、ヤンシー各郡の生徒を受け入れている。郡内では認可された2つのチャータースクールが運営されている。 ニューランドを本拠とするジエブリージャーナルタイムズが軍内に配布されている。この新聞はジョーンズメディア出版社が所有しブーンで発行されるワタウガデモクラットの姉妹誌である。ありがとうございます。